岩光寺修道門4月。岩光寺は岐阜県蟹郡三丈町にある天台宗の寺院。三号は大寺山。本尊は薬師如来。通称は蟹、薬師、蟹大寺。中部四十九薬師霊場第四十九札所。寺伝では日本天台宗の祖、最長の創建によるものという。その後衰退し、武田市の東農地域進出の際の陛下により一旦、 消失する。消失の際には仏像を僧侶や近隣住民が背負って、近在の具形島で運び隠し通し、現在でも当時の仏像を拝観することができる。消失の後、天正九年に近隣住民により再興された。なお、境内からは、最長の時代より古い奈良時代の古河原が出土しており、古代創建の前身寺院が存在したことが確認されている。 自伝によれば、公認六年に、最長が、東国巡舎の折に、人々の苦しんでいるのを見て、この地に、伏正屋を改装し、薬師如来を祀ったのが起源とされる。伝承によれば、省略四年に、一条天皇の御子とされる、行地にがこの地に世を結んだ。ある時、予の近くの池に、数千の小ガニに乗った、薬師如来像が現出。 この気づいを聞いた一条天皇の直眼により、長徳四年に仮覧が整備されたという。その後、二度の陛下による消失を繰り返しながら、その都度再建されている。二度目の消失後の天章を九年に四次郎という百姓の、発起により最高に取りかかったが、工事の最後には、力尽き屋根は板武きで、とりあえず諸仏を入れ、体裁を整えたという相当の困難が伴ったようである。 地方の寺院としては、大きな本堂は、大工も、地のものを使ったようで、素方な感も否めないが、当時の工事の生々しさが伝わってくる。天台寺院と神言寺院が融合されたような作りで当時、台頭していた新仏教が、九州派に影響を与えたものではないかと言われている。本堂は、柱が48本あることから、俗に、色派作りと言われていた。広い回廊は、 東山道を旅する人々に夜露をしのげる場所を与えたことであろうか。笹野斎造と呼ばれた蟹吉町が幼少期を過ごしたと伝わる。ありがとうございます。